街がありましたからね。本当にこの間まではここに立ってますけども、いろんなマンションが建ってたんで全部どいていただいてこの街ができてますから、そういった点では30年の歴史を持って作っていただいたジャンクションですので、これからみんなで大事にしていかなきゃいけないんです。で、農大の方もご協力いただいてますから、なかなかこれだけ広範囲の公園ですから、これからみんなで育てていくことが大事で、私の町名が上目黒8丁目だったので上八丁目、向こう行くと上八北になるんです。でも今は上目黒5丁目までしかありません。旧名を買って残してですね、町会名とね。お手伝いいただいてて、このバラをこう育てるのも、まあ、本職をね、やってますから、そういったお気持ちでやっていて、これぐるっと回れますんで。だけど自然を守りながらの公園しますよということで了解をいただいた。それとここを今運営しているのは、NPO のスゲカリネット21っていう、この住区がやってる公園を管理する NPO です。そこの人たちが小学校も呼んだり、中学校も手伝ったりして水田を作って畑を作って、ここで焼き芋大会やります。お芋が取れますから、で梅の花が取れ、梅の実が取れますから梅ジュースを作ります。夏にここでフェスティバルをやります。でここに和館っていうのが今あそこの奥にあるんですが、お庭があって、大きな池があってお庭があって、和館を建ててここでお茶を小学生にやらせてます、うん、毎週土日ここでお手前をやってます。 PTA もそこに参加して、この和館も一般で借り入れますので、例えば短歌やってらっしゃる方はここをお借りになって、することもできます。庭を見ながらね。